ロバート・ルイス・ボビー・ウィルソンは、アメリカ合衆国フロリダ州、ピネラス・グンダ・ニーデン出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。現在は、MLB のテキサス・レンジャーズの星コーチを務める。2002年の MLB ドラフト48巡目で、アナハイム・エンゼルスから指名され、プロ入り。2003年5月17日に入団。この年に、参加のパイオニアリーグのルーキー級プロボ・エンゼルスで、 プロデビュー。2004年は A 級シーダーラピッツカーネルズでプレイ。2005年は A 級ランチョクカモンガクエークスでプレイ。2006年は A 級アーカンソートラベラーズでプレイ。2007年は A 級アーカンソーでプレイ後、7月にトリプル A 級ソルトレイクビーズに昇格した。2008年はトリプル A 級ソルトレイクで開幕を迎え、4月に メジャー初昇格を果たした。2009年は主にトリプル A 級ソルトレークでプレーして7月にメジャー昇格。2010年はメジャーで開幕を迎えたがトリプル A 級ソルトレーク A 級乱直モンがでもプレーした。2011年は1年を通してメジャーでプレーし57試合に出場した。2012年はほぼ1年を通してメジャーでプレーし 75試合に出場した。2012年10月22日にトロントブルージェイズに移籍したが、11月30日に FA となり、12月13日にニューヨークヤンキースに移籍して2013年のスプリングトレーニングに参加した。2013年はメジャーでの出場はなく、1年間参加のトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレーし、 66試合に出場して打率208.7本塁が38打点の成績を残した。オフの11月4日に FA となった。2013年11月24日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び2014年のスプリングトレーニングに招待選手として参加したが、開幕時はメジャー昇格はならず、トリプル A 級里の A シズに配属された。 9月15日にメジャー契約を結び昇格し、19日のコロラドロッキーズ戦で2年ぶりにメジャーの試合に出場した。10月7日にマイナー契約となって、トリプル A 級リノに降格となり、9日に FA となった。2014年12月12日にタンパベーレーズとマイナー契約を結んだ。2015年は開幕ロースター入りを果たした。6月12日に、 リーフとなり、14日にマイナー契約となって、参加のトリプル A 級ダーラムブルズに降格した。7月29日に再びメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。なお、レーズでは25試合に出場したが、打率、145、23進と大不振であった。一方では守備では、24試合でマスクをかぶって、無失策に、 DRS プラス3という成績を残し、良い働きを見せていた。2015年7月31日に、ウェーバー工事を経て、テキサスレンジャーズへ移籍した。レンジャーズでは31試合に出場し、打撃不振は引き続いたが、それでも打率、221まで向上したほか、本塁打も1本放った。守備では、DRS プラス3をマークしたが、切削を2つ犯した。 レーズとのトータルでは56試合に出場し、打率、189、1本塁打、14打点、オプス0.505という打撃成績と、2失策、守備率99、994DRS6、投塁阻止率26%という守備成績を、記録した。11月4日に、マイナー契約となって、AAA9 ラウンドロックエクスプレスに降格となった。 2016年3月29日に、ブライアン・ホラデートのトレードで、マイルズ・ジェイと共にデトロイト・タイガースへ移籍した。タイガースでは5試合に出場しただけであり、打率154に打点という成績だった。2016年5月3日に、チャドベルトのトレードで、レンジャーズへ移籍した。レンジャーズでは、ロビンソン・チリノスや、前述のトレード相手である。 ホラデーと出場機会を分け合って起用されていたが、7月31日に、ジョナサン・ルクロイの加入に伴って、ホラデーと共に、リーフとなった。結局、レンジャーズでは42試合に出場して打率。253本類が22打点という成績を記録した。守備では DR、DRS-2 だった。2016年8月4日に、ウェーバー工事を経て、レイズへ移籍した。 レーズでは、出場機会のコンスタント性が増し、28試合に出場。打撃面では打率、234本塁打、9打点という成績を記録した。守備面では DR、DRS-1RF8.96 という成績を残した。なお、3球団の通算成績は、75試合の出場で、打率、237、7本塁打。 33打点、オプス0.626という打撃成績を残した。守備面では、計75試合でマスクをかぶって4失策、守備率99、993DRS-3、投塁阻止率17%という成績だった。11月16日に、ウェーバー工事を通過して、FA となった。2017年1月3日にロサンゼルスドジャースと、 マイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年はメジャーでの出場はなく、1年間参加のトリプル A 級オクラホマ式ドジャースでプレイし、75試合に出場して打率、243、11本塁打、45打点を記録した。オフの11月6日に FA となった。 2017年11月30日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年の開幕は参加の AA、A、級ロチェスターレッドウィングスで迎えた。ツインズの正捕手であるジェイソン・カストロの故障者リスト入りに伴い、5月5日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 2018年8月30日に、クリス・ジメネス及び後日発表選手、または、金銭とのトレードで、シカゴ・カブスへ移籍した。しかし、カブスでの出番はなく、オフの10月29日に、FA となった。2018年12月5日に、タイガースとマイナー契約を結び、2019年の、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2019年は開幕を参加の AA、A、級トレードマッドヘンズで迎え6月15日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした7月30日にマイナー契約で AA、A、級トレードへ配属された10月1日に自由契約となった2020年からはレンジャーズ参加の AA 級フリスコラフライダーズで監督を務める予定だったが 新型コロナウイルスの影響でマイナーリーグの試合が開催されなかったため実際に指揮を取ることはなかった。2021年シーズンからはレンジャーズの星コーチを務める。ありがとうございます。